昨日の選挙もものすごいことになってますよ。まあそれにしてもね、まあ、もう昨日になりますけども、えー、11月12日の選挙っていうのがですねまあ、たくさんあったので、28ぐらいの地域。えー の選挙が、まあったんですけどき、まあ、昨日のライブ配信でも、ね、あの開票状況を、えー、見守るというライブ配信してたんですけども、まあ、全部見れるわけもなく、ですね、まあ、もうごく限られた選挙、えー、ではあったんですけども、ただやっぱり、この あの、自民の現職とかね、まあ、例えば維新が候補を立ててるとことか、えー、あるいはですね、れいわ新選組が、え、推薦候補として推薦してる候補がどうなるのかっていう、まあ、そういうとこはどうかなと思いながらね、あの、昨日はやってたんですけども、まあ、それだけでもですね、まあ、だいぶ荒れた結果に、えー、な、荒れたというかね、すごい結果になってるんちゃうのかなと思うんですけども、まあ、やっぱりまずね、僕はやっぱその、いや、これは、 あのかなりやっぱり衝撃的だなと思ったのが、やっぱ東京都のですね、青梅市の市長選で、えぇ、ー、ま三、あ、3, 3期目ですか、参戦を目指した現職の方、これ自民公明推薦なんで、その方がですね、えー、国民民主党、都民ファーストの推薦候補で、元市議の新人の方ですかね、に敗れたと。 いうのがね、これ、大きいなあと、あの現職がやっぱり、まあ、野党系というかね、しかもその国民民主党、都民ファーストの会ということで、まあ、言ったらそんなにね、あのまあどっちかというと、立憲民主とかじゃないんで、まあ、自公が勝つんちゃうのかなと、僕もなんとなく思ってたんですけども、いや、そうじゃなかったっていうね。 ね、やっぱもう東京新聞にも書いてあるんですけども、やっぱ多摩の選挙で自民系候補がですね。3連敗していると今回の青梅市長選入れてね。で、それはそのその前はですね。立川市長選9月の立川市長選とえー、10月の都議補選のこの立川選挙区、えー、でですね。これ、自民がもう,こう負けるっていうね。この立川の特に都議補選なんかも。まあ、本当に自民が落とすっていうことはもう。 まあありえないだろうなっていう思ったことが起きたんですよね、まあ、それだけにね僕はやっぱ衝撃が大きいというか、まあ、立川市長選なんかもですねこれ泉房夫さ,さんが、ね、応援した、えー、候補の方が酒井大志さんですかね、えー、がですねまあ、も僅差ではあったんですも勝ったっていうのはあったんですよね。 で,でもこ、その次の都議補選では、ですね本当にこう、えー、3人中、えー、2位までに入ればあ当選やったんで、だからまず自民の候補が、ね、落ちるって考えられなかったそれがあのまさかの落選とで、そこに持ってきて、今回の青梅市長選でも、ですねあの自公が推薦者、現職が、えー、負けるっていうね、もうこれかなりショックなんちゃうのかなと。 やっぱ東京でのね、この自民の、まあ、この市長選、市長選とかね、あの、まあ、首長選とか、えー、あとは区議選とかでね、まあ、ボコボコ、こう、自民党の候補が落ちてるっていうのがあってですね、まあ、今年の統一地方選かね、4月の、 まあ、そういう意味でもかなりね、僕はあの、これだけでも衝撃的かなっていうのを思うんですけども、まあ、あとはですね、まああの、福島県議選でもですね自民党が過半数割れするっていうね、まあ、そういう結果も出てるんですよね。まあ、これ後であのでもうちょっと言いたいなと思うんですけど、まあ、福島県議選もあったとで。他にですね、やっぱり僕はやっぱその、まあ、僕は大阪っていうね関西なんで、やっぱりその維新の あの動向っていうのが、あのどうなんのかなっていうふうにも、すごく気がかりで見てたんですけど、まあ、昨日なんかね、京都の八幡市町鮮八幡市っていうところだったら八幡市町鮮で、ですねまあ、これ維新がですねあの負けると。 と、えー、いうのがあってね、まあ、これ、維新が立てた候補ももともと自民党の不義の方なんですよね、でそれがまあ今回、えー、自民、公明、立民がですねこう33歳のまあすごく若い女性の方を、候補をですね立てて、その方がまああの勝ったと、これも最年少のあの市長になるんですかね。えー 最年少の、えー、女性が初当選ということでね。うん。まあ、これはね、僕はあの、まあ、京都市長選の前哨戦とかというよりも京都新聞書いてたんですけども、まあ、ここはね、僕は維新はね、<laughs> あの、取ってほしくないなっていうふうに、あのち、ちょっと思ってたんで、まあ、そ、これはちょっとホッとしたかなと。ほんで、票差もですね、えー、この女性候補と維新の候補の、あの、差っていうのは2000秒ぐらいなんで、まあ、結構差がついてると。 で、まあ、あの、え、3人で出てて3人目の方は共産党の、あの、元市議の方だったんですけども、やっぱちょっと難しいかなっていうのはね。 あの思いましたけどもね、えー、まあでも維新がこの、えー、八幡市長選で落としたっていうのもですね、これ京都市長選どうすんのかなっていうね、な僕はまあ維新候補、あの吉村さんがね、立てるとかって言ってたんで、まあ、立ててほしいなと、ね、前原さんもね、その維新候補、えー、応援するのかどうか知りませんけどもね、えー、まあその辺もいろいろ気がかりではあるんですけども、まあここで八幡市長選で維新が落としたって ということで、まあ、この京都市長選がですね。まあ、維新がどういう候補を立てるのかというね。もう本当にあの今回八幡市長選はね。吉村さん、吉村知事もそうですし。し、えー、あと東京から音喜多さんも応援に来てたんじゃないですかね。もう結構もう本当に総力戦みたいな感じでやってたんですけども。それでもまあ2000秒の差で負けたと。では、もう一つ維新絡みで言えばですね。昨日は。 海老名市長選っていうのがあったんですね、この神奈川県でね。海老名市長選っていうのがあって、まあ、ここでもですね、まあ、維新が推薦した候補、この神奈川県というのは、やっぱりあの維新はね松沢さんが元知事ですかね、元知事の方がひあの一生懸命あの頑張ってたということで、ここもねかなり、えー、力、えー、入れてやってはったと思うんですけども、まあ、その。 この海老名市長選に関して言えば、ですね、まあ、1万3000票ぐらいの大差で現職の方に負けてると、まあ、この維新の候補、維新の、ね、推薦者候補には、ですね、千、まあ、田光雄さんもなんか応援に来たみたいなね、えー、あのなんかそういうのも、えー、スポーツ報知に載ってたりとかしてたんですけども、 ま、大差で、えー、負けたということで、まあ、維新は、えー、八幡市長選と、えー、この、 エビナ市長選で、えー、負けたというのもこれ大きいなというふうにね、僕は思いますけどもね、やっぱり維新は万博問題とかで、あのー、やっぱり評価を下げているのかなというのが大きいのかなと、まあ、他いろいろ維新のね、不祥事とかもあるんで、まあ、それもあるのかなと思うんですけども、ま、あ市長選でその簡単に勝てるっていう感じではないかなというのは、ええー、僕的にもあのー、 おっと思いましたね。んで、まあ、あの、昨日は福島県議選もあって、自民党がですね、過半数割れしたと。で、まあ、これ、ただ立憲民主党も、まあ、1議席減らしてるんですかね。まあ、朝日新聞なんかはですね、自民も立憲も共産も敗北と、もう共産も1議席減らしてるんですかね。 ままあだからまあでもそれでも自民党がですねまあ今回の福島県議選というのは自民党は過半数取るかどうかっていうのがまあ焦点だったんで、それからいくと自民党がですね過半数割れしたっていうのはこれも大きいなと。 これもやっぱり岸田政権で自民党の支持率が、まあ、あの自民党の支持率も内閣支持率だけじゃなくて、自民党の支持率も下がってきてるから、まあ、こういう結果が起こりうるのかなと、ただまあ無所属、福島県議選の場合は、無所属ので当選した人をなんか自民、自会派かなんか引き入れて、それで過半数とかっていうふうな,なんか報道も出てたような気するんですけどもまあでも。 自民党の公認候補で過半数割れしたというのは大きいなと。で、やっぱりね、この、僕はやっぱり福島県議選で、海老名市長選の話しましたけども、昨日神奈川ではですね、海老名市議選というのも同時に行われたんですよね。でそこでね、やっぱ昨日、あの、 僕、あんまり令和のことはね、そこまで知らなかったんですけども、今回、令和新選組が福島県議選で、いわき市っていうところね、まあ、ここも激戦やったんですよね。えー、激戦だったんですけども、まあ、そこでですね、まあ、も、ま、う、あ、 2位当選された山口洋太さんという、まあこれ、医師の方ですかね。まあでも、すごく若い方だと思うんですけども、その方が、まあ、新選組の推薦候補として出て、出てですね、まあ、もう1位と2位で、も1票しか変わらないというね、1万何票ですかね、えー、もう1万何票取ってはって、あの、僅差で1票 でも、これがその令和で、いきなりね、これ、新人の方やと思うんですけども、いきなり出てね、この1万277票ですかね、えー、っていうのはすごいなと、でこの令和がそのいわき市で、参院選の時比例票何票取ったのかなと思った4844票ということで、まあ、やっぱりね、もう倍以上、 えー、この山口さんというか、その令和推薦として出て、あのーえー、取ってはるっていうね、まあ、山口さん自身の、あのー、人気と、ですね、まあ、令和の支持層の、まあ、人気っていうのが合わさって1万票っていうね、もう2位当選という、もうほぼもうトップ当選と言っていいと思うんですけど、1位に1票差しか変わらないんで、えー、っていうとこになったのかなと。で 市議選の方ではですは、ね、まあ、現職の方ではあったんですけども、えー、吉田美奈子さんという方ですかね、えー、吉田美奈子さんという方が2485票で、こ令和の、えー、推薦を受けて、ですね、えー、5位当選されてると、うん、これもすごいなっていうね、まあ、まあ現職の方だっていうのでね、まあ、当選っていうのは、あのー まあ堅いんちゃうのかなと思ってたんですけどまあ5位で当選されてはるとうーんまあなんか本当開票の時はねなんか200票ぐらいで止まってたんで大丈夫かなっていう声もあったんですけどもまあ最後の最後で思いっきり、えー、ぶち切りということでまあ5位当選、えー、されたということでまあこれもねやっぱり令和がそのまあこの今週はね今週とかもう先週になりますけど先週はねあの令和のなんかあの 偽のというかね、こういう有名人がその令和応援してるみたいなんで、まあ、ちょっとね、こうケチ令和にケチついたかなっていうね、なんかどっちかというとネガティブなニュースっていうの流れたんですけども、まあ、それにもかかわらず、ですね令和新選組の推薦候補が、ですね福島県議選ではもう、いわき市ではですね、まあ、2位当選してる、1万票も取ってると。 で神奈川県、えー、神奈川の海老名市議選でもですね、えー、5位当選されているっていうのはね、ねこれやっぱりやっぱり令和のその人気っていうのが、まで、あ、もね毎週のようにやってるとか、っていうねまあ、現代でも書いてたり、あのライブ配信でも教えてもらったりするんですけども、やっぱりね、あの少しずつやっぱ固めてきているのはあるんじゃないのかなっていう、まあ、気はしましたけどもね。う まあやっぱ自民党がね、やっぱその青梅市長選で負けですね、福島県議選も過半数割れと、で維新はですね、八幡市長選と海老名市長選でもですね、負けたっていうのがね、やっぱもうここは、あの、大きいんちゃうのかなっていうのはね、思いましたね。で、まあ、令和も、えー、躍進したということで、まあ、興味深い結果だったんじゃないのかなというふうに、えー、思いましたねチャンネル登録よろしくね。